鳥取県で確認されたのは954人。保健所別で鳥取市408人、米子393人、倉吉153人です。県内の累計は5万人を突破しました。昨日より130人近く減り、1週間前よりも70人以上減りました。クラスターは2件発生です。鳥取市の保育所で 関係者13人倉吉市の県立厚生病院で患者と職員12人の感染が分かりましたこれで県内発生のクラスターは359件となりましたまた1人の死亡が確認されました一方島根県で確認されたのは911人保健所管内別で松江323人 出雲258人などとなっています感染発表の推移です昨日から130人ほど減り1週間前と比べておよそ320人減っています新たなクラスターは2件発生です松江市の高齢者福祉施設で5人浜田保健所管内の学校の部活動で5人となっていますまた1人の死亡が確認され これで亡くなったのは73人となりました。なお、島根県は今月末までとしていた無料の PCR 検査の期間を来月末まで延長することを決めました。岸田総理が昨日示した感染者全数把握の見直し、鳥取県は、 鳥取県としては、この伝染把握の見直しについて、一応受け入れる方向でま取り入れる方向で今検討を進めております。見直しによって課題となるのは、届出対象外となる感染者へのケアです。その役割を担うのがコンタクトセンターです。まずは医療機関のそのケアを受けるまあ、何かあれば医療機関をご相談いただくというようなこと。そういう。 以外にもそのご心配なことがあったりとか、あとはそのパルスオキシメーターですが、あの食料品の支援とかが必要な方もございます、まあ、そういった方については、県の,そのコンタクトセンターというものを作りますんで、そちらにご連絡いただいて、まあ、必要な支援をしていくということを考えております県が保健所に設けるコンタクトセンターは、国が示したフォローアップセンターにあたり、陽性となった人が任意で登録します。 症状が悪化してもかかりつけ医につながらない場合などに適切に医療につなげ感染者へのケアを続けますまた国が示している届け出対象外の人も含めた数の把握については追って示される国の方法に沿って実施することにしています一方で見直しせず全数把握を継続するとした島根県 すべての人を個別に把握してアプローチをするってことを継続するかどうかなんです、まあ、それを我々はまだできそうなので続ける島根県は全数把握ができない状況にはなっていないと継続の理由を説明しました感染拡大リスクをはらんだもんだと私は思っていますでそういうことをやらざるを得なくなっているってことについて私は理解しますだ感染拡大リスクがを高めている っていうそのオペレーションをやってるっていうことをきちんと自覚されていないのではないかというふうに私は懸念があります事務作業の軽減効果はあっても、本来的な患者が減る効果はなく、逆に患者が増える感染拡大のリスクをはらむものだと疑問視し,しました。人流が増しでお盆5人ももうう顕著なリバウンドが起きてますもうあと 10日もせずに、小中学校再開ですよ。さらに、お盆休みの後に感染者数が急上昇しているとして夏休みが終われば日本全国でとてつもない感染拡大要素を一斉に迎えると憂慮し家庭内感染では学級閉鎖や休校は不要との通知を出した文部科学省を批判しています。